稲城市からのお知らせです。この番組では稲城市の魅力や注目情報をお知らせします。稲城市には多摩川サイクリングコースや南多摩尾根幹線道路などのサイクリングを楽しめる場所が豊富にあり、市内外から多くのサイクリストが集まることから、市では自転車の街稲城を掲げています。また公共施設、公園などにハローサイクリングによるシェアサイクルのステーションがあり、日頃の移動手段や市内観光に便利です。今日は稲城市が作成している稲城市サイクリングマップの中から三沢川桜回廊コースを走ります。笠谷都心水公園や三沢川の桜など市内の自然を多く楽しめる全長約 8km のコースです。三沢川桜回廊コースは若葉台駅をスタートし、若葉台中央通りを走り笠谷大橋を目指します。笠谷大橋からは笠谷都心水公園や市内のニュータウン地区の景色が望めます。笠谷大橋を下り笠谷都心水公園へ向かいましょう。笠谷都心水公園は自然や水車小屋など里山風景が広がっており、休憩ポイントとしてもおすすめです。また毎年5月には鯉のぼりの掲揚も行われています。笠谷都心水公園を出発して三沢川沿いを走り、三沢川桜回廊を目指します。この辺りは道幅が狭いため注意して走行しましょう。三沢川桜回廊が見えてきました。三沢川桜回廊では毎年三沢川桜梨の花祭りが開催され、満開の桜を楽しめます。また夏は新緑、秋は紅葉など四季折々の景色を楽しめます。三沢川桜回廊沿いにはサンドイッチのお店ティアムや気軽に立ち寄れるカフェ今ここコーヒーがあり、サイクリングの休憩にも最適です。三沢川桜回廊を抜け、このコース最後の難関である読売 V 通りを登ります。長い上り坂が続きますが、登った後の景色は圧巻です。最後は読売 V 通りを下り、京王読売ランド駅でゴールです。若葉台や読売 V 通りなどアップダウンがあり、ロードバイクでも走りごたえがありました。桜などの景色を楽しむポイントがたくさんあり、電動自転車の私でもあっという間にゴールできました。ぜひ皆さんも市内のサイクリングに挑戦してみてください。稲城市からのお知らせでした。